はいどうもコマです。シティーズスカイライン生放送、今日もやっていきたいと思います。とりあえず前回は津波が2回来たんだよね。でなんとか今復旧をしようとしているというか、復旧一通り終わったのか。そうか、そこまでやったんだよね。島ごとにね、名前をつけてみました。じゃあ1個ずつまず紹介していきましょうか。一番最初に作ったこの島はですね、住民がたくさん住んでます。あとは、シェルターがいっぱいありますね。はい。で、シェルターからなかなか人が出てこないので、ここはシェルターマニア島という名前にしました。シェルター大好き、シェルターマニアがいっぱい住んでる島ですね。はい。で、次作ったのがここの商業の島ですね。ちっちゃい島2個あります。この2個まとめて名前つけました。悪徳氷菓子の商売が蔓延しているので名前は闇金牛島にしました。これ個人的に俺すごい気に入ってんだけど、闇金牛島。はい。でここのでかい島ですね。ここの島は、商業、産業、住宅全部あるところなんで、まあ名前付け考えたんですけど、結局最終的にはああこれ普通だなと思ったんで普通の島にしました。逆に浮くっていうね。で隣、最近開発したばかりの商業の島ですね。ここは、市の承認島ですね。あのいろんなあらゆる殺傷兵器が売っております。はい、こんな感じでねやっていきましょう。前回ここを買ったんだよね。ここの新しいタイルを買いました。こっちの方に産業を作ろうとしてたんだ。ただあれだよね、ここに産業を作ったとしてもそれを今度は出来上がった産業の商品をさ、こっちに持ってかなきゃ意味がないんだよな。あ、でも輸出もできるか。とりあえず作ってみるよ。ここに産業、ここら辺だな。ここら辺に一回壊します。はい、よし。マリーナちょっと憧れがあるけどな。1万5000か。いや作っちゃえ、マリーナー。よっ、いいんじゃないですかこれ。さあこっちの方にもガツンと。おっと、でもこれ遠いな。どうしようかな。そうだね、給水塔もありかもしんないね。一旦ここは給水塔にしましょう。で後からお金貯まったら本島の方とつなげようか。で、発電、発電は改良型風力タービンちょっと一個ここに置いていきましょうか。ここら辺に置けば一気に賄えるんじゃね。この3箇所、1、2、3箇所、ここ一斉のよっ。あ、全然ダメだった悔しい。おお、そっちから立つの。あれ、あ、いかん、こっちもないって言ってるぞ。これどうしようかな。緊急増税だなマックス、みんな俺に税金を貸してくれ、貸してくれとかくれ。あ、発電所燃えてるからか。だからか、なるほど。まあいいや、増税は増税でしよう。あ、消えた消えた、よかった。あ、これで平和が戻った、よかった。あ、みんな、おやおや、おやおや、なんかちょっと高くない？消費税 30% って高くない？みたいな感じになってきた。住宅需要一気になくなったな。あれ、いつの間になくなった？結構住宅需要あったと思うけども。まあ、5万貯まったからいいでしょう。今回これで許してやろう。だが油断するな。いつまた増税するかわからんぞ。あ、ほんとだね。まだ高いって言ってるね。これはあれですよ、 14% にしたからだね。一回 29% 上げたらなんか 14% に元に戻しても文句言い出したもっと下げろよみたいな。しょうがない、12に下げるわ。こっちこれ消えるでしょ。消えた消えた。おっと、来た来た、ほら住宅需要一気に来た。こっちに商業じゃねえや、住宅作りましょう。いやお高いねー、車線って高いよね。とりあえずじゃあちょっと高密度を立ててみる。ここにちょっと公園作ろう。
公園、何がいいかな。テニスコート、うーん、バスケットボールコート作りましょう。ここ下水広がってきましたね。おお、本当ですね、広がってきたね。浮遊ゴミ回収、これこれこれ、高えな。5万、水上ゴミ収集施設か。5万は高えよ。これ置き換える？これ普通の排水施設だもんね。エコ排水場に変えるか。こっち確か1個変えた気がするんだけど。あ、そうだよね。いやーでもあんま変わんないよね。色がそんなに全然違うかというと、こっちとこっちでそんな変わんないよね。まあ気持ち薄い気もしないでもないこともないくもねえわ。全然変わんねえよ。あのアンロックされてから、これこれにしよう。エコ浄水プラント、これも8000人だから、もうちょい頑張れば届く気がするね。こうここら辺までちょっと広げて、だいぶ横幅広がったからね、少し横広がりにしていきましょう。ちょっとメインストリートのところは高密度にして、あとはこの浜辺の方は低密度にしようか。絶対これお高い、お高いところだよね。ビーチバレーコート、おお、ちょっと見てみたい。お、男女でやってるんですな。陽キャどもめ、早い。よし、おっと、電気、これはまた火事か。また火事、しかも両方だよ。ちょっと早く早く早く消して、早く消して、ハリーハリー、ちょーい、頼む頼む頼む。オッケー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 、有能有能有能です。多くない？多いね、火事ね。あー混んでるなー。ここあれだね、ちょっと広くしたいなー。ちょっとやるしかないな、やろう。これしかないよね。ここなんか文句言うな。これさ、ちょっとこうして、なんかここだけ文句言うんだよな。こっち全然文句言う、まあたまに言うけどさ、ここすごい言うから、ちょっとここだけ別のなんか特区にしましょう。オーガニックとローカルプロダクトにしよう。試しに賞味期限ぶっちぎり商店街、賞味期限、何それ、食えりゃいいよ、食えりゃ。やっぱここあれか、熱帯だから火事が多いんだな、きっとな。あー、ここちょっと、ここも拡張しまーす。立ち退け、あー、シェルターがあるんですね。そしてこれは学校か、高校がありますね。ちょっと移転しなきゃな。シェルターこっち。はい。これシェルターって移転しても避難経路は、あ、大丈夫だね。ちゃんと変更を追ってくれてる。嬉しい。よし。うん、いいんじゃないですか。信号がでもできるね。そうだね。信号は潰していこう。やっと最近信号を潰す癖がついたよ。ここなんかこれ微妙だな。どうしよっかな。これ直接つなぎたいね。あ、いけたいけた。あ、いいんじゃない？無言、無言で、津波、あ、あれ！あれ来てませんか？津波。あれ来てませんか？津波。来てますね、津波ね。来ましたね。また来ましたね。ここもあれか。ちょっと時間止めるよ。ラジオ電波塔、ちょっとここに1個作りましょうか。ここに作って、シェルター、ショー。ショーをここに1つ。建て間、ショー。よっ。あ、ちょっと待って。金ほんとねえな。やばいやばい。ちょっとぼーっとしてた。
これはやるしかねえ。おらに力を、おらに現金を。現金玉、死の商人が真っ先にたっけーって言ってる。あ、いいね、なんか死の商人っぽいね。ドラッグストア、何のドラッグだよ今ならまだほらほらお金どんどん貯まる。これはたまんねえぜ。あ、でもさすがに8万無理か。8万無理だな。もう人口減り始めてるもんな。あ、やばいやばい、人口減ってる。ちょっと人口減ってる。ごめんなさい、皆さんごめんなさい。でもそんな大きくないよね。これ大丈夫だよ。みんなも体勢ついてるからさ。The Coast Guard is warning of tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waters. これは大丈夫でしょう。ちょっとあれだね。ここだけ心配だけど、軽く盛り土するだけでこれ大丈夫でしょう、きっと。よ、よ、よ。まあ、今後もさ、ちょっとデカめの津波が来ても耐えれるようにとね、一応結構持っておきました。傾斜が急すぎます。まあ、ここに来る車って大してないから、未舗装でもいいでしょう。ね、未舗装なら全然行ってきますから。あ、全然っすね。さあさあ、こっち側も来てますけれども、全然余裕ですね。あれ？津波途中で消えちゃいましたけど。津波消えたわ。やっぱここ繋ぎたいな。こっからこっち。ちょっとお金が増えてきたから、繋ぐか。こっからこんな感じかな。あー、たっけー。繋いじゃいましょう。ここ繋いで、あー、たっけ。立ち時計、改革に伴う痛みだ。俺は痛くないけどな。痛いのはお前らだ。よし、お、来た。あ、8000人もマイルストーンあるんだね。お、エリア開放と船舶来ました。来た、港貨物港、エコ浄水プラントも来たね。来ました来ました。そしてボーナスいただきました、ありがとうございます。じゃあちょっと浄水場1個変えたいな、これ。排水性能でもこれ12万立方メートルか。こいつはエコ浄水プラント、お、16万、いいじゃんいいじゃん。ちょっとこれをぶっ潰して早速金使うぜ。俺はもらった金速攻で使うからねよし、いいんじゃないですか。船も作れるようになりましたね。航路どうなってる。普通の島のここから行けるか。あとはここか。ここ行けるじゃん。ここギリギリ行けるね。あ、いいじゃんいいじゃん。でも高っけ、8万もするわ。ダメだ、もうちょっとお金貯まってからだな。お、いいじゃん、ここ行ける。ぜひここに住ませてほしいという既得な方がいらっしゃるので住宅を作りたいと思います。どうしてもやっぱりこっちになっちゃうな。次ここかな。ここのタイル開放しようかね。ここ開放すればここの、三日月島をぐるっとしてこっち側に戻ってこれるからね。シェルマニア、シェルターマニアに戻ってくれるから。おー、いいね、ポコ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 立ってくる。そろそろ公共交通機関も、地下鉄、そうだ、地下鉄作れるんだよ。あ、でも地下鉄ここなー、きついんだよなー。やっぱそこタイル買おうか。タイル買うわ。ここ右上のね、ここ買ってちょっと環状線作りたいよね。11900、オッケーよっ。あ、まだ今あれかな、シェルターにいる人、避難してる人ってまだいるのかな。さすがにもういないよね。前回津波がどんだけ経ってんだって話だよ。一人いる一人シェルターに住んでんだけど。マニアがいるね、さすがシェルターマニアと。こっち3人もいるよ。何やってんの。あ、ここは0人だ。どんだけシェルター好きなの。あー、ゴミ溜まってるね。やっぱあれだ、集積場がいっぱいになったのがでかいんだな、きっとこれかな。
じゃあちょっとここにつけましょうか。あ、そうか、ここ高速だからダメなのか。沈みゆく街でやった、これどうですかね。これこうして、おお来た、巨大都市になりましたよ。お、人口すごい増えてるね。やった、原発来た、原発来ましたね。原発嬉しいな、原発作りたいな。こうやってこうやってね、いいよいいよ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。お、すごい、ここだけほらほら、やっぱりあれだ、エコなんだっけこれ、エコ浄水プラントだからか。商業と住宅がすげえ需要伸びてる。お金もすごい増えてきたね。ちょっと原発に変えようかな。で、そっか、こっち側商業にちょっとしたいですね。商業にしたいけど、ちょっとここ緩衝地帯としてオフィスにしましょう。オフィスは本当にこういう緩衝地帯に使えるからいいよね。高密度作って、低密度、あっと電気が、あー足りない、これは来ましたね。来た、原子力発電所。あれでも20万もするぞこれ、たっけ、たっけえな。セールとかやんねえかな、 90% オフとかなってくんない。あー融資しますか、グローバルクレジットから借りて、ちょっと増税しようか、ファッション増税。もう気軽に増税してるもんな。ちょっとあれでしょ、寂しかったでしょ、むしろ増税がなくて。あー電気足りない、ごめんねごめんね。あでも25万だって、もう、おーすげえ、いつの間にか超早い。そして需要が一気になくなった。よーし、ちょっと原発建てちゃうよ。どうしようか、どこに原発作ろうかな。あ、ここかな、ここがいいかもな。あ、ここがいいな、ここにしよう。これいらないでしょ、石炭、これ壊します、さようなら。ドギャン、どうだろう、高さ的にもうちょい盛り土した方がいいかなって気もするな。もうちょい盛るか、盛り盛りでいきましょう、せっかくだから。いきます、お金が1万8000しかなくなりますけれども。うわーすげー、あーいいんじゃない、あいいね、この坂道こう行って、はーい発電、ドーン、とっくりみたいなね、いいじゃないですか。で他の発電所多分いらなくなるんじゃない、これ火力発電もう何個か潰していいでしょう。あ、もう振り切ってるもんね、855MW 発電してますからね、いらないですね、これもいらないでしょ。で予算も変えた方がいいね、70ぐらいにしてみたい。あー全然大丈夫ですねこれでもね。いやーちょっとゴミが目立ちますね。リサイクルセンター作ろうか、4万、この普通の島にもう1個ぐらいリサイクルセンター、ここに作ってもいいかもしんないね。ここに2個を作っとく。ということで今回はここまでですかね、おしまいにしましょうか。人口スタート時5000人ちょっとだけども、だったけども、もうすぐ1万3000人ですね、いい感じじゃない。次は港だな、貨物庫を作りたいね。あとはなんだろうな、まああとは島開拓して、ここ環状道路作りたいね。今このさ、三日月島ぐるっと来て、こっちね、こっち側こうつないでさ、ここつなぎたいな。はい、じゃあ次回ね、また来週の土曜日夜10時にお会いしましょう。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方お願いします。はーい。では皆さん、夜までご視聴どうもありがとうございました。また次回どうぞよろしくお願いします。はい、バイバイ。